はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、稲妻イレブンコインでガチャ回します。そして超覚醒配属のおはじき攻略、そして今回のねイベントでのイベントミッションの攻略の方をね進めていきたいなと思います。今ですね、灰崎に勝った回数は30回です。そして元気ドリンクゲットです。超覚醒灰崎に勝った回数は5回ですね。神必殺の秘伝書ゲット。さあまずね、稲妻コイン G ガチャ回します。ランクの高い稲妻イレブンのキャラクターが出るかもしれないコインということで、これはね激アツですよ。さあ来い。おー、日浦 S 微妙です。まあでもどっちかって言ったら当たりな方じゃないかと思います。まあ僕としてはね欲しかった。さあそれではね、超覚醒配属のレベル6が出てきました。 HP が9万、すげえな。もちろんフルパワーでいきます。もうレベル5あたりからフルパワー前提。さあこれでどうだろう。さあダメージは24,900、なかなか難しい。そして200ポイント。一応これでもね、特殊能力持ち妖怪、妖怪じゃないキャラ入れてますけども、まだね覚醒ゴーエンジがゲットできていないので、まあ、レベル7の時には、まあ、覚醒ゴーエンジもゲットしてフルメンバーでね行きたいと思います。まあそれでもね、やっぱりレベル7レベル6の日じゃないんで、相当辛い戦いにはなりそう。元気ドリンクをどうするかってのがね今回難しいよね。なんかねなかなかゲットできないんですよ。お疲れ様でミッション交換で交換するね個数も少ないんで、どうなんだろうこれ、お助けとかでドロップするっていうことなのか、そこがねちょっとよくわかんない。その割にはね、まあ落ちるって言えば落ちるんだけど、そんなにねじゃんじゃん、前回のイベントの漢方みたいにね落ちて余るっていう感じじゃないんで、レベル7に挑戦するときにはね、まあ、40回灰崎倒して覚醒ゴーエンジゲットしてから行くのがね多分いいと思います。僕もねそうしようと思ってます。さすがにね
この状況で突っ込むのもちょっと相当元気ドリンク使えそうなんで、さあ178ポイント。やべえ、元気ドリンクがあと2個しかない。ここで使い切りそうな勢いです。まだ残り1万9000あるからね。さあちょっと難しい配置ですけども、慎重に行くぜ。おう、いい感じ。がっつり行きました。なんとか削り切りたいけど、ちょっとまだ6000残りましたね。6000ってちょっとっていうか結構あるよ。感覚が麻痺してるんで少なく見えますけども、実際6000は相当あります。さあ残り1000、フレンドに助けられました。助かるよね。さあ残り1000か、いっちゃいましょうか。またね、これ逃す、さあなんとかね倒すことができました。ちょっとね元気ドリンク消耗しましたけども、まあこれはしょうがないね。さあ6回目、そして117ポイント、超経験値玉ゲット。それではねミッション攻略やっていきましょう。ランク B 以下の妖怪のみでクリア、大経験値玉ですね。雷門中前のステージ10。さあ試練4やっていきます。皆さんねもうこの試練クリアしましたでしょうか。なかなか難しいです。さあ使う妖怪こちら、佐久間攻撃力アップ、そしてノリカダメージカット、五条、これがね敵全体サボりということで使えます。そして遠藤です、中央消し、アスト、Bランク不思議遺族。さあこんなメンバーでいきます。ちょっとね B ランク以下っていうと、まあもちろんね C ランク D ランク使えるんですけども、やっぱり B ランク以下なんで B ランクで揃えた方がまあ攻略はしやすいよね。ちょっとねキャラが育ってないと難しいかもしれない。まあ僕もねあんま育ってないんで、ここはねうまく攻撃力アップとかダメージカットサボりをねうまく使いながらやっていきたいなと思います。まあ、フィーバータイムに持ち込んで攻撃力アップしといて必殺技を叩き込めば、まあそこそこ火力は出るんで、まあ、それをねあとはサボりとかダメージカットで補うような形でいきたいなと思います。攻撃力アップ、ペンギンだよねやっぱり。時代はサッカーはペンギンです。さあフィーバー、おっ、まあ、そこそこダメージ当たりましたけど強いです。
たダメージカット、そしてサーボリ、五条のね種族がはぐれ系ということで、はぐれ系はねあんまりキャラがいないんでなかなか種族効果出しにくいよね。まあでもはぐれ系はあれだよね、閻魔武道会の横取りとかでもしかしたら使えるかもしんない。さあクリアです。おお、ハイザキ来たぜ。36、レベル36、レベル40がね見えてきました。さあミッション報酬いただきます。さあフルパワーでいきます。そして839ワイマネー、ダメージは23900、そして222ポイント。お、ちっちゃいけど秘伝書ゲット。おー来たぜ、レベル7、ちょっと早いぞ。でも